後ろにつなごうと臨みました。ファウルになるかと思ったという当たりは2号ツーラン。中日が3試合連続で先制します。8年目の小熊は今シーズン初先発、4回得点圏にランナーを背負います。ファーストビシエドが弾きましたがカバー、ピンチを切り抜けます。相手が早打ちだったと小熊、丁寧にボールを低めに集めました。わずか93球でヒット1本に抑え、プロ初完投を完封で飾りました。中日は3連勝です。